you guys. Today I'm going to be reacting to One Punch Man episode 2. The first one was an amazing episode, so I can't wait to react to this one. Let's get to it. あいつ今のままじゃ殺されちゃうすんね。街の人間どもがかぶれちゃったけど、森や自然の動物。あの数、この町全体、いやもっと広範囲で血を集めていたならば、奴にとって血液は単なる食料ではないのか。これは早急に終わらせた方が良さそうだ。 ジャスク、顔まとめて抜けると、お前を発見時、周囲500メートル内に生体反応がないことは確認済みだ。ここなら遠慮なく吹き飛ばすことが。しまった、一人巻き添えだ。助かったよ。すごいな、お前。今の何？これが本当の蚊取り線香なんつってな。かけてるんだけど。 One Punch Man kills this lady. Dude!
ま、怪我は持ってね。はい。体のだいぶ分は機械なので、パーツさえあれはすぐに変わってんな、お前。先生はどのようなパーツを使っているのですか？使ってねえよ。え？じゃあその頭部の肌色の装甲は？いや、これ肌だから。いや、しかし。ダミーヤパー。ハゲ。いや、俺ですか？俺の話を聞いてくれるんですか？いや、いい。大丈夫。 暴走細胞群を破壊するまで死ぬわけにいかない。そのために再び奴が俺の前に現れるまで、正義の細胞群として悪と戦い続けなければならない。強くならなければならない。先週、埼玉先生の一撃を見た時、俺はこの人の元で学ぶしかないと思いました。俺もこれほど強くなれたら、埼玉先生、俺には倒さなければならない宿敵がいるんです。これは俺一人の戦いじゃない。俺の呼吸は癖の話の思いも背負っているんです。自分が未熟なのは分かっている。しかし今 なんとしても巨悪を粉砕する強大な敵だ。バカよ、二重時代で完結すれば止められ。モスキート娘が敗北しただと、それも一撃で。まあ、やつも所詮は試作品ということだ。なぜ裸なんだ？進化の家にね。<笑>先生、まとまりました。 先生のように強くなる方法を教えてください。ジェロス。はい。お前いくつだ？19です。19。若いな。お前がすぐに俺を超えるだろう。本当ですか？俺は今25だけど、トレーニングを始めたのは22の夏だった。おっ、教えてもいい。だがスライス、ついてこれるか？高速接近反応。は？ブロー！ねえ、あ、なんか先陣切ったカマキュリが届かん。あ、あいつ結構強い方じゃなかったっけ？まさに、one of the strongest。What the？ 天井は何もないです。そもそも玄関から入ってこいよな。先生、あ、大丈夫大丈夫。なんつうか、尽くしになった気分だ。オーマイガー。最後か。まさか。ターゲットはお前ではない。え、何？見えない。邪魔だ。 Damn! Complete your destiny! <笑>手も足も出ないとはまさにこのことだな。よくやった、グランドドラゴン。暴れられるのも面倒でした。先生、よどみをするとは、いい度胸だ。 進化の家のエイジの結晶。 Thank you, babe.
獣は行かなる相手でも決して手は抜かぬのだ。ま、冗談はさておき、お前ら謝るなら今のうちだぞ。人んちの天井壊しやがってよ。パンチだよ、パンチだ。待ってるから待って。終わったか？もうちょい。 This episode was really good. I love how funny it is and how gory it is. Like, they're... Oh my god. I'm going to continue reacting to these episodes. These are too good to stop watching. I love this. Comment below what you guys thought. Hope you guys enjoy watching this video. Like, subscribe, share, and we'll see you guys next time.